こんにちは。下北沢店スタッフのともみとはるなです。お願いします。さて、はい、今回は冬のコーディネート対決をやっていきたいと思います。またですね。第2弾。はい、はい、はい。秋にもね。そうですね。前回は秋ですね。いただきましたけれども、はいはい、今回も2つテーマを決めて、はい、冬野さんにジャッジしていただいて、はい、対決していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では早速、はいはい、今回のテーマ、うんうん、はい、まず一つ目が、はい、冬の下北デート、でもう一つが、はい、ロマンチックなイルミネーションデートになります。うわー、ちょっと私そんなデートしたことないですよ。よろしくないですね、はい、そうですね、うん、ちょっと考えていくか、はい、はい、早速、はい、着替えていきますか。はい、ちょっと選んでいきましょう。はい、はい、はい、ではまずは冬の下北デートとなります。先にともみさんに登場してもらいます。ともみさん、お願いします。はい、ごめんね、待った。どうでしょうか。ブラウンコーデで結構まとめてみたんですけど、ウール素材のチェックのノースリーブワンピースにタートルネック合わせて、ブラウンカラーのアウター合わせて、全体的にね、女の子っぽいブラウンカラーコーデにまとめてみました。どうですか、下北っぽいですか。うん、下北っぽいです。めちゃめちゃ可愛い。続きまして、次は春菜さんに登場していただきます。春菜さん、お願いします。はい、寒いね。はい、こんな感じで、めちゃくちゃメリコだな。こんな感じでちょっとね、ガーリーなコーディネートを組んでみました。白いフィシャマンのニットのカーディガンに、中はですね、寒色のちょっと冬っぽい色味のコーデュロイのワンピースをフーディーと合わせてみます。なんかね、こうちょっと下北沢っぽく、古着っぽくフーディーをカジュアルっぽい感じも取り入れてみたんですけど、どうですかね。うん、めっちゃ、しかもなんかあったかそう、とっても。あ、そうです、やっぱり歩き回ると思うんで、ちょっと外寒いとすぐね、なんか赤いたいってなっちゃうんで、それなんないようにちゃんと暖かい格好をしてみました。どうでしょうか。はい、それではじゃあ、はい、ともみさんとご対面していただきましょう。はい、わかりました。はい、じゃあともみさん、お願いします。かわいい、下北っぽい、古着っぽい。いや、ね、いや、このシルエット、めっちゃかわいくないですか。王道な感じ。後ろからこうやって見て、え、なるほどね。やだー、っぽいわ。でもな、うんうん、なんかね、うん、ぽいぽいぽい、はい、どうですか、まあね、決めるのはね、わかんないわかんない。じゃあ発表したいと思います。はい、はい、じゃあ今回、冬の下北デート、はい、勝者はデキデキはるなさんで、やっぱあれですね、私下北デート強い。確かに、前回も下北デート強い、うん、やだ、やさー、ありがとうございます。なんかすごいやっぱ女子っぽい感じ。いや、本当そうですよね。うん、そう、王道で、しかもなんだろう、歩き回る下北でそのあったかい格好をしてるっていうのが、なんかちょっとともみさんは落ち着いた感じですかね、はいはい、もうちょいか、そうそう、大人な感じだったんで、もうちょい可愛い感じ出してもよかったかな。ダメ出しします。いや、本当そうですよね。ありがとうございます。次もね、はい、ちょっとやっていきますか、そろそろ。はい、はい、続いてのお題はロマンチックな
イルミネーションデートとなっております。でははるなさんに登場していただきます。はるなさんお願いします。はい、お待たせちょっとね、あの今回はイルミネーションデート、ロマンチックイルミネーションデートということで、大人っぽい感じでちょっとコーディネートを組んでみました。普段なかなかしない格好なんですけど、冬なんでしっかりとウールのアウターを着ています。でなんか今回あの私さっきもそうだったんですけど、ちょっと冬なんで寒色系のグレーの感じでちょっとまとめてみました。でね、このニットはキラキラ光ってるんで、彼氏というか、まあ、一緒にデートに行った人にイルミネーションに負けないぐらいキラキラしてるよって言われるためにキラキラをちょっとキラキラ要素を入れてきました、うんうん、いかがでしょうか。すごい大人っぽいですよね、うんうん、珍しいですけど、ちょっとこんな感じのコーディネートもできるよっていうのねはい、はい、続いてはもみさんに登場していただきます。ともみさんお願いします。綺麗だねどうですか、なんかニットに白ニットにチェックのロングスカート合わせて、なんて言うんでしょう、こう大人っぽさを残しつつ可愛さも兼ね備えてるみたいな、横からのシルエットとか結構模様があって可愛いかなと思ってね、ちょっとドキドキしながら考えました。どうでしょうか。うん、すごい可愛いです。本当ですか。うんうん、なんか嫌味がない感じの可愛さ。嫌味がないコーディネートです。はい、それではじゃあ、はるなさんに登場してもらおうと思います。はい、はるなさんお願いします。あーやったな、コートかぶり。そうだ、色違いみたいになってる。一緒だ。でもね、イルミネーション寒いですもん、ね。まあそうなんですよね。寒いからね。防寒性をね。ロングコートはね、大人っぽくなるし。そうです。また行っちゃう。これなんかちょっとテイスト全然違いますけどね。そうですね。なんか同じアイテムは使ってるけど。確かに確かに。そうですね。うんうん。ふみのさんにジャッジしていただけますか。はい。はいはい、悩んじゃうな今回は。ではロマンチックなイルミネーションデート。はい。はい、勝者は。でけて。ともみさんで、あめちゃめちゃ喜んでる。うわ負けた、嬉しい。これで負けるか。なんでですか。いやなんか本当なんだろう、嫌味がない可愛さ、なんかあざとくない。ナチュラル可愛い。そう。あとねあのやっぱイルミネーション暗いんでちょっと明るめの方がねいいかなっていうのもちょっと思いました。なんかさすが冬の方ですね。ガチですか。ガチです。ガチで予想ジャッジ。悔しいな。そうか。今回は引き分けですか。そうですね。そうですね。そしたらじゃあまた春行きますか。そうですね。また次も対決して、コーディネート対決。そうですね。ね、そのグレードアップします。そうですね。その時には勝敗が決められるように。なかなか決まらんな。なかなか決まらんです。またね、はい、次回もお楽しみということで。はい。はい。はい、やっていきましたが、はい、いかがでしたでしょうか。今回もね。引き分けという結果にはなってしまいましたが、はい、なんかコーディネートなんかはねちょっとこう参考にしていただいたりとかして、うん、ぜひ皆さんもあの冬のデートコーディネート、はい、デート服たくさん楽しんでみてください。はい、はい、インスタグラム、ツイッター、オンラインストアの方も下の概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらぜひチェックしてください。はい、それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。